リチャード二世位、イングランド王。リチャード二世位、1367年、1月6日から1400年2月14日、は、プランタジネット朝最後のイングランド王、在位、1377年6月22日から1399年9月29日。父は、イングランド王エドワード三世と、王妃フィリッパ・オブ・エノーの長男エドワードクロ大使。母はその非常を武権と、 幼少で即位したため知性初期は貴族たちの補佐を受け、成長してからは、先生のため側近を徴用したことが、周囲の反発を招き一度挫折した。やがて反対派貴族を排除して、再び先生に乗り出したことが一層の反感を買い、重帝のヘンリー・ボリングブルック、後のヘンリー・ヨンセイラ貴族層のクーデターによって、多いから、追放、遊兵された末に死去。 プランタージネット長は断絶した。1367年、エドワード黒大使とジョーン・オブ・ケント夫妻の間に、次男として、ボルドーにおいて、誕生、出生地から、リチャード・オブ・ボルドーと呼ばれた。兄エドワードが1372年に7歳で、続いて1376年に、父が死去したため祖父から、コーンウォール公に上されると共に公使に指名された。 そして翌1377年6月21日に、祖父も死去すると10歳で王位を継承した。黒大使には4人の弟がいたが、クラレンス公、ライオネル・オブ・アントワープは、若字に、残った3人の弟ランカスター公ジョン・オブ・ゴーンと、ケンブリッジ博、あとに、ヨーク公、エドマンド・オブ・ラングリー、エセックス博、あとに、グロスター公、トマス・オブ・ウッドストックが、 折衝候補に挙げられたが、誰も決まらず貴族たちによる集団指導体制で、リチャード二世を補佐することに決定。評議会がその役目を担ったが、筆頭に選ばれたランカスター公の発言権が強かった。リチャード二世の知性は、この三人のおじたちの動向に大きく左右されて、行くことになる。1378年と1380年に、新政権は百年戦争で、 フランスに奪われた占領地域の奪還を図り大陸へ遠征したが全く成果が上がらなかったこの遠征による膨大な戦費調達のため人道税の導入を図るがこれは上層に軽く下層に重い税制であった1381年6月増税に反対する下層階級の農民と労働者がエセックスのレンガ校ワット・タイラーに引きられて反乱を起こすと ランカスター港の屋敷が焼き払われ、政府の幹部だった財務副長官ロバート・ヘイルズと少子部長官サイモン・サドベリーの2名が殺害され、反乱軍がロンドンへ迫る展開になったが、リチャード2世はタイラーとの面会に応じた。6月14日にリチャード2世はタイラーの要求事項に回答を約束したが、翌15日、ロンドン市長が面会に現れたタイラーを視察し、 指導者を失った反乱は鎮圧された、ワット・タイラーの乱。自ら危機を乗り切った、リチャード二世は、自信をつけて、申請を手掛けたが、それは、貴族の反感を買うことになっていく。1383年に申請を開始した、リチャード二世は、側近のマイケル・ドラポールやオックスフォード博、ロバート・ドビアーラを徴用、ドラポールを、サフォーク博に、1385年、 オックスフォード博をアイルランド港に助赦した1386年。また、ランカスター公に対抗するため、この時点で後継男子を得ていなかったリチャード2世は、クラレンス公の外孫であるジョイのマーチ博、ロジャー・モーティマーを王位継承者に指名する。さらに二人のおじにも、爵位を与え、1385年に、ケンブリッジ博を、ヨーク公、エセックス博を、 グロスター港にそれぞれ助釈した。しかし外交は失敗が重なり、フランドルの都市ヘントで反乱を起こしたは、イングランドの支援を求めたが、1382年のローゼベー家の戦いで、フランス軍に討ち取られ、出遅れる形で、翌1383年に出兵した、イングランド軍も成果がないまま撤退、金の無駄遣いに終わった。のみならず、スコットランドとフランスが手を組み、 イングランドへ逆進行する恐れが生じたため、1385年にリチャード2世はスコットランドへ遠征したが、敵側が焦土作戦を取ったためこの遠征も戦果を上げられず、引き上げざるを得なかった。外交の失敗に加え、リチャード2世が長身たちに気前よく、借位や土地、財産などをばらまき、彼らを中心とした先制政治で、 議会や貴族を無視する態度を取ったため不満が高まっていった。ランカスター公は両者の調停に尽力していたが、1386年7月に妻、コンスタンスの多い継承権を盾にカスティーリアへ遠征すると貴族たちが国王批判を展開した。10月に宮廷闘争が発生して、議会はサフォーク博を弾劾、東国へ追いやり、王室財政の監視と、 国政運営を担当する任期1年の常設評議会の設置を決定した。リチャード二世はこれに反発して1387年2月に側近たちとロンドンを離れ、チェシャーウェールズで徴兵を始め、裁判官を味方につけて、王権の侵害を根拠に議会の決定を無効とし、反逆罪にかけることを加え立てた。対して卒位派貴族と呼ばれる議会派の3人の貴族、 グロスター校を筆頭に、アランデル博、リチャード・フィッツ・アラン、ウォリック博、トマス・ドビー・チャムも、軍備を整え、新たに、アランデル博の婿ノッティンガム博、トマス・モーブレート、リチャード二世の重邸で、ランカスター校の息子でもある、ダービー博ヘンリー・ボリングブルック、後のヘンリー4世を加えて、迎撃体制を整え、12月20日ので、アイルランド校の国王軍を破り勢いを増した。 翌千三百八十八年二月の非常議会で、国王側近は追放、処刑され、サフォーク博とアイルランド公は海外へ亡命、手足を失った、リチャード二世は、議会側に屈服、卒追派貴族が実権を握り彼らが入った、評議会が国政を動かしていった。しかし、次第に、議会内部が対立したり、イングランド軍が、スコットランド軍にで敗れ、評議会も支持が揺らぎ出すと、 リチャード二世がこの隙を見て1389年5月に申請を宣言して、グロスター公、アランデル・ハクラを、評議会から、解任、常設評議会も人気に入れで廃止され、リチャード二世は主導権を取り戻した。権力を回復したとはいえ、リチャード二世は、先制政治を行うことはせず、11月に、ランカスター公が帰国したこともあり彼を助言したとして、信任。 1390年に、アキテーヌ行為を譲渡した。ウィカムのウィリアムを大法官として、東洋、再編した、評議会の補佐を受けつつ数年間は、平穏な知性を過ごした、リチャード二世だったが、フランスに対する平和外交を推し進める一方で、卒位派貴族への反撃の機会も伺い、自らの基盤回復に策略を巡らしていった。 1383年のフランドル遠征はあったが、リチャード2世は百年戦争に乗り気でなく、フランスとの和平を考え交渉を呼びかけていた。1381年5月の時点からリチャード2世は、フランスと接触を開始、フランス北部の都市、ルーランジャンで交渉を重ねて1384年1月に、休戦協定を結んだ。それからも休戦を延長しつつ、 話し合いを続け、1389年に3年間の休戦を決め、1392年にアミアンでリチャード2世とフランス王シャルル6世と会見、1396年3月11日にフランスの首都パリで1398年から1426年まで28年間の休戦協定を発表した。同年に内容をより具体的に取り決め、 11月に、シャルル6世の娘イザベラ・オブ・バロアとリチャード2世の結婚が実現した。しかし、フランスの和睦はイングランドでは、評判が悪く、イザベラが幼いため、四次を生む、可能性がだいぶ先になってしまうこと、フランス侵攻の足がかりにしていた、北西部の港町ブレストをフランスへ明け渡した、ことなどが非難された。公選派だった、グロスター港 アランデルハクモは僕に不満を抱き、イングランドは再び不穏な空気に包まれた。リチャード二世はそうした情勢をよそ2394年から1395年まで、アイルランドへ遠征、現地のイングランド人入植者と先住民のゲール、人部族の対立を収め、両者の不満をなだめた。百九十七年七月、リチャード二世は卒位派貴族三名、ノッティンガム博、 ボリングブルックを除くをロンドンの園籍へ招待したが拒否されたことを口実に3人を逮捕9月の議会で次々と処罰したグロスター公はフランスのカレーへ監禁された後暗殺アランデル博は死刑ウォリック博はマンシマへ追放された議会はリチャード2世がチェシャーから召集した軍隊で威圧され貴族たちはリチャード2世の復讐に恐怖と 不信感を抱いた。一方、卒位派貴族の分断と自らの基盤を再構築するため、ランカスター公婦士とノッティンガム博らを懐従。ボリングブルックは新たにヘレフォード公、ノッティンガム博はノーフォーク公に助赦され、ランカスター公も同年に4人の諸子でボリングブルックのイボテーマイにあたる子供。 ジョン・ヘンリー・トマス・ジョーンが着出詞に格上げされたため、リチャード二世に肩入れするようになっていった。長身の補充も行い、自分の二人の異府系である、ケントハク・トマス・ホランドとハンティンドンハク・ジョン・ホランドを登用。ケントハクが死亡すると、同盟の息子、トマス・ホランドを、サリー公、ハンティンドンハクを、エクセター公に助諭して行軍したが、これは、先制の再来を予感させた。 翌1398年1月に開会した議会でリチャード二世は軍事力を背景に議会へ圧力をかけ、ロンドンではなく国王派の地盤に近いシュルーズベリーに変更させた上、非常議会の決定をすべて無効と宣言して議会を統制下に置こうとした。さらに前年に優遇した卒位派貴族の残り2名にも処罰を与え、ボリングブルックが ノーフォーク港から国王が自分たちを暗殺しようとしていると告げられたと議会で言い出し反発したノーフォーク港と対立して互いに反逆罪で訴え決闘寸前まで至ったところで中止を命令二人とも国外追放としたノーフォーク港は終身ボリングブルックは六年スコットランドと国境を接するイングランド北部にも介入し ノーサン・バランド博ヘンリー・パーシーと息子のホットスパーが手にしていた偏教死語職を取り上げ北部貴族も敵に回した。ランカスター公が1399年に死去したのを機会にボリングブルックに対して広大なランカスター公領の募集と永久追放への変更を命じた。これにより貴族層の離反は決定的になり、ボリングブルックは復讐の機会を伺った。 そのような状況を横目に、5月に、リチャード2世はアイルランドへ2度目の遠征を観光した。一度は復従した、ゲール人が反乱を起こし、食い止めようとしたマーチ博が戦死したため報復と、鎮圧の意図があった。しかし、7月に、ボリングブルックが兵を挙げると、ノーサンバランド博士とウエストモーランド博、ラルフ・ネビルら北部貴族をはじめ、 リチャード二世に失望していた諸公や有力者の多くが、これに合流、留守を守っていた、ヨーク公も降伏した。翌8月に、アイルランド遠征から帰都にあった、リチャード二世は、ウェールズとの国境付近で優勢なボリングブルック軍に、あっけなく降伏して捕らわれ、ロンドン島に遊兵されて9月28日に、開かれた議会で、翌29日に正式に配備された。 そしてボリングブルックは30日にヘンリー4世としてイングランド王に即位しランカスター朝を開いた。退位したリチャードは身柄を各地に移され1400年2月14日にヨーク南西のポンテフラクトにあるポンテフラクト城で33歳で死去した。一月にリチャードに徴用されヘンリー四世即位と共に権勢を失った元サリー元エクセター元グロスター トマスル・ディスペンサー、ソールズベリー・ハクジョン・モンタキューとの4人が抗原祭で、ヘンリー4世暗殺を企て、失敗して処刑されていたが、直後に、リチャードが死去したこともヘンリー4世の関与が疑われている。リチャードの詳しい死因は不明で、全王の尊厳を奪われ、過酷な処遇を受けてが死させられたと伝えられている。一方、自殺、多殺説もある。 遺体は当初ハードフォードシャーのキングスラングリーへ埋葬されたが、1413年4月に即位したヘンリー5世が12月に遺体をロンドンへ運び出し、ウェストミンスター寺院に改装した。当初ミラノ選手ベルナボビスポンティの娘カテリーナとの演談が予定されていたが実現せず、1382年に新生ローマ皇帝兼ボヘミアオーカール4世の 娘アン・オブ・ボヘミアと最初の結婚をした。結婚は、教会大分裂でイングランドを、ローマ教皇長支持にして神聖ローマ帝国と、イングランドを結びつけたい、ローマ教皇ウルバヌス六世とアンのイボアに、ベンツェルの遺行が働いていた。アンがボヘミアから連れてきた大勢の使用人が、浪費している、イングランドが、持参金をボヘミアへ支払う羽目になる、アンが、 イングランド人から人気がないなど、周囲の印象は良くなかったが、彼女とリチャード2世は、エドワード1世同様に仲睦ましい夫妻だった。アンは、ペストのため1394年に亡くなり、大いに悲しんだ、リチャード2世は、彼女と二人で過ごしたシーン離宮、後ノの破却を命じた。アンは、ウェストミンスター寺院に埋葬され、リチャード2世と手を繋いでいる墓像が建てられている。 1397年、フランス王シャルル6世の娘イザベラ・オブバロワと再婚した。この時イザベラはわずか7歳であり、両国の休戦条件として出された政略結婚だった。イザベラが成人に達する前に、リチャード2世が敗位、極死したため未亡人となり1401年にフランスへ帰国。1406年に、 王族で重帝のオルレアンコをシャルルと再婚した。なおイザベラは、ヘンリー四世の息子ヘンリー五世と結婚して、ヘンリー六世を生んだ、キャザリンの姉である。いずれの王妃との間にも子供はいない。経験で宣伝された文化的感覚を持ち合わせている。一方、短期で感情の抑制が効かない性格だった。文化では、芸術家のパトロンを買って出て、彼らを保護、奨励。 国際ゴシックの流行に一役買い華麗な服装の色やデザインに気を使い、ジョン・ガワー、ジェフリー・チョーサーらに様々な秘語を与え、チョーサーには身入りのある感触、年金などを与えて優遇した。また進化に紋章の画像、オーグメンテーションを許可しており、エドマンド・ジュン・やエドワード・ザンゲ王、祖祖父にあたるエドワード二世に対するキエは熱心であり、ザンゲ王の紋章とされる飾りを、 自身の未聞症の左半分に追加したり、一時はエドワード二世の劣勢を検討したりしている。しかし、華麗な宮廷生活で目に余る浪費が、進化の不満を生み、1383年に申請開始してからは、自己判断だけに頼り出し、長身を集めて先生に走る軽率さと虚栄心が、目立ち始めた。案が死去してからは、感情の抑制が効かなくなり、 葬儀に持参した、アランデル博を杖で打ち据えたり、死因離宮の破却命令など起動哀楽が大きく、揺れ動くようになった。やがて1397年に卒位派貴族を排除、してからは、周囲から暴君と恐れ得られる行為を繰り返したため、人望を失い、範囲へと至る末路につながった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。